1942年のドイツ国、イタリア、他の同盟国と占領地国家弁務官統治区域は国家弁務官と呼ばれる政府官僚によって統治された第二次世界大戦中のナチスドイツの占領地。国家弁務官は主にドイツとナチス時代に様々な分野に存在していたが、それは第二次世界大戦中に ナチスドイツによって占領されたいくつかの国で実施された。法的な意味で正式にドイツ帝国外に位置していたが、これらの団体はアドルフ・ヒトラーの代理として、また直接代表としてドイツの総督として任命された最高権威者によって直接管理されていた。これらの領土行政の導入は多くの目的を果たした。西欧と北欧で確立されるか、 計画されていたものは一般に戦前のドイツ以外の様々なゲルマン語派の諸国を拡大した帝国に組み込むための移行期と一般的に考えられており対照的に東部の支配地域では植民地主義と帝国主義の目的を主に果たし大ゲルマン帝国の樹立と天然資源の開発のための将来の生存権となることが想定されたナチスは占領地に いくつかのレベルを設定して、それぞれの占領地で異なる統治手法を適用した。西欧と北欧では従来の行政機構を維持していたものの、ソビエト連邦での占領地など、東部地域では行政機構を刷新した。これらは北海からウラル山脈に広がる地域を包含するダイゲルマン帝国への最終的な統合を意図していた。百四十一年の夏、 ドイツのナチスイデオロギー学者、アルフレート・ローゼンベルクは、ソ連とロシアを地理的な存在として崩壊させるために、征服されたソ連領土を次の5つの宗教、居留地で管理すべきだと提案した。ヒトラーの要請で、トルコの計画は、ローゼンベルクによって、すぐに、将来のために棚上げされたが、その代わりに、欧州に焦点を当てるよう命じられた。中央アジアは、 ソビエトロシアにおける現在の勝利の統合後、軍隊がさらに東へ移動する準備ができ次第、ドイツの将来の拡大目標となることが決定された。ドイツの主要な数軸国の同盟国である日本の領域の一部に関心が持たれていれば、大東亜共栄圏の創設が議題に上がった。ありがとうございます。